麦恋。今年の春から東京の大学に通い始めていたあなたは、お盆休みに帰省していた。そして東京に戻る日、駅のホームで電車を待っていると、両思いのまま離れ離れになっていたミオナが現れた。間に合った。連絡くれたのに無視しちゃってごめん。会う勇気がなかったの。もう変わっちゃってたらどうしようって怖かった。ねえ、東京で彼女できた？東京で好きな人できた？私決めた。来年絶対東京行く。あなたの夢一緒に追いかけたい。行ってもいい？本当に行ってもいいの？じゃあこれから二人のルール決めない？いい？じゃあ一日一回は好きっていうこと。言って。じゃあ私の番。好き。好き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 。大好き。いっぱい言っちゃった。ルールはそれだけでいっか。また言いたくなっちゃった。